こんばんは、ベルベル人の佐々木です。本日もウェブスターに掲載する商品をご紹介させていただきます。これから紹介する商品が12月の19日夜の21時に掲載される商品となっております。最上代金額等の提案は掲載後にウェブスターの方までお願いいたします。本日も T シャツからご紹介させていただきます。最初に T シャツですね。はい、チャンピオンティのランタグですね。で、サイズ表記が42です。で、グリーンの霜降りボディですね。に濃いめのエンジの染み込みです。はい、色味めちゃめちゃ珍しくないですか？めちゃめちゃいいと思います。でもダメージっていうダメージは見受けられないです。42ですね。ラージ表記ぐらいで自分が合わせてゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が19,800円と消費税です。続いてこちらですね。チャンピオンティーのバータグです。で、ミディアム表記ですね。の88ボディです。で、染み込みで3段ですね。赤の。で、染み込みで入ります。はい。こちらも状態は問題なさそうですね。で、ミディアム表記で自分がピタッとなるようなサイズ感です。こちらで12,800円と消費税です。続いてもチャンピオンティーですね。はい。ランタグのミディアム表記です。白ベースにですね、袖にですね、ラインが入る仕様です。こちらもすべて染み込みのプリントです。で、バックにもですね、ナンバリング66番入ります。めちゃめちゃいい T シャツです。で、こちらミディアム表記ですね、自分がピタッとなるようなサイズ感です。こちらでお値段が25,800円と消費税です。続いてこちらですね、ナイキのコンタグですね。サイズ表記がラージとなってます。で、黒ボディにですね、ジョーダンのプリントです。はい。人気どころじゃないかなと思います。全体的にボディがフェードしてですね、ちょっと墨頃っぽくなっている感じもめちゃめちゃいいと思います。で、ラージ表記ですね、自分が気持ちいいと思って着用できるぐらいなサイズ感です。こちらで 39,800 円と消費税です。続いてシャツ類ですね。最初にこちらビッグマックですね。のアーミーツイルとなってます。で、サイズ表記の方がこちらですね、15となってます。で、状態はめちゃめちゃいいですね。はい。程度はかなりいいと思います。で、15の表記ですね。自分がピタッとなるぐらいなサイズ感ですかね。こちらでお値段が9800円と消費税です。続いてこちらもビッグマックですね。しっかり 100% コットンのボディです。のシャンブレーの仕様ですね。こちらも程度かなりよく残っていると思います。はい。年代で言うと70年代頃ですかね。はい。でも、待ちがつかないっていうところもあってですね。はい。そこまで着丈長くないかなと思います。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きましてこちらですね。US Air Force のシャツです。で、サイズ表記の方がこちら15となってます。全体的にですね、着用感は見受けられますが、致命的なダメージは見受けられないかなと思います。アーミーとかと比べると全然この数は少ないですね。表記15ですが、自分がゆとりを持って着用できるサイズ感があります。ボックスのシルエットもめちゃめちゃいいと思います。こちらでお値段が9800円と消費税です。続いて古めのシャツですね。モンゴメの1点です。セミドレスの1点ですね。こちらちょっと表記の方が見受けられなかったです。で、赤ベースのパチポケのチェックですね。フルソースの40年代頃の一点かなと思います。ただ状態はかなりいいですね。細かく見るとちょっとこういった感じでダメージはありますが、全体的には綺麗な状態で残っていると思います。で、表記としたら16ぐらいかなと思います。自分がゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続きましても古めのシャツですね。タグの方がこちら JC ペニーです。サーティーとかですかね。ただですね、はい。チンはつかない一点となってます。で、こちらもですね、比較的状態はいいんですが、細かく見るとですね、こういったポツポツとダメージだったり、シミ汚れは見受けられます。ただですね、致命的なダメージとかはないかなと思います。後ろも気持ち焼けてますね。で、サイズ表記見受けられなかったんですが、15くらいかなと思います。着丈すごい短めの作りで着やすい一点なんじゃないかなと思います。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。続きましてセーター類ですね。ラルフローレンです。サイズ表記ミディアムで、こちらはハンドニットの一点です。で、ノルディック柄がですね、総柄で入ります。ネイビーと白のベースですね。で、バックはこういった感じです。縮みだったりダメージは見受けられないですね。ミディアム表記で自分が大きく着用できます。こちらでお値段が9,800円と消費税です。
続きましてもラルフローレンですね。こちらポロスポの初期のこのタグですかね。のラージ表記です。はい。でこちら 97% ウールの 3% がアザーファブリックとなってます。でこれはアメリカでかなり人気そうな一点ですね。総柄でいろんなパターンが入ります。バックもですね、めちゃめちゃ雰囲気いいと思います。でラージ表記でこちらも自分がガバッと着れるぐらいなサイズ感となってます。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。タグの方がこちらです。はい。でサイズ表記とかは特に見受けられないかなと思います。でジッパーの方はこちらのジッパーが採用されてます。でポケ付きの仕様ですね。はい。これ1枚でも全然着てていい感じだと思います。虫食い等だったり小穴も見受けられないコンディションです。表記あったとしたらラージ表記ぐらいですかね。かなり大きめな作りとなってます。こちらでお値段が9800円と消費税です。続いてスウェット類ですね。はい。こちらタグの方は欠損している状態です。で、ジッパーの方がですね、こちらのジッパーが採用されております。片爪の仕様ですね。はい。で、色味がですね、グレーベースにですね、リブの方はこういった感じで配色が入ってます。全体的にですね、気持ち全体的に染み汚れっぽくはなってますが、ダメージ等は見受けられないです。表記あったとしたら、ミディアムの縮みが入って実寸ですね。すでに近いミディアムといった感じです。自分だとちょっと着丈が物足りないようなサイズ感です。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてヴィンテージのスウェットですね。ヘインズのウィンドシールドですね。でサイズ表記がミディアムとなってます。はい。こちらは状態かなり程度いい状態で残っていると思います。ダメージっていうダメージも見受けられないです。で、ミディアム表記ですね。自分もだとこちらもちょっと小さいようなサイズ感となっています。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。タグがこちらです。で、サイズ表記 XL です。めちゃめちゃいいですね。で、前部位で染み込みの仕様ですね。はい。はい、めちゃめちゃいいと思います。サイズもですね、しっかり残ってます。もともと多分グレーボディから一発ブリーチした感じですかね。気持ちこういった感じは元のグレーのボディが残ってるような色味となってます。はい、で XL 表記で縮みも全然入ってなさそうですね。めちゃめちゃでかいです。自分がガバッと着れるサイズ感の便性です。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。続きましてリバースリープですね。最初にこちら90年代刺繍タグの WXL 表記となってます。で人気のブラックボディですね。90年代特有のこの茶色っぽくならない黒色非常にいいと思います。で細かく見るとですね、ちょっとブリーチ飛びが見受けられます。その他は問題なさそうですね。で WXL 表記ですね、自分がガバッと着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きましてプリントものですね。80年代トリコタグのラージ表記です。で白ボディにオファイオですね。ネイビーで3段入ります。で白ボディですが、汚れ等はそこまで見受けられないかなと思います。でトリコの L 表記ですね。自分がちょうどいいサイズ感で着れます。こちらでお値段が 17,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。こちらは90年代刺繍タグの XL 表記です。でグレーボディにですね、ミシガン染み込みで2段入ります。ミシガンの中ではあまり見ないプリントなのかなと思います。でこちらボディの状態は非常にいいです。で XL 表記ですね、自分がゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、80年代トリコタグのミディアム表記です。でグレーボディにペンステートですね。可愛い字体でラバープリント2段入ります。これもちょっと珍しいんじゃないかなと思います。でボディの状態は問題なさそうですね。でミディアム表記ですね。自分がですね、気持ちゆとりを持って着用できるぐらいなサイズ感です。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてこちらですね。はい、90年代刺繍タグの XL 表記です。でコーネルの1点ですね。プリントの位置が結構上めな一点です。で、ブラックボディですね。めちゃめちゃいいと思います。全体的にこういった感じでちょっとフェードですかね。色ムラはありますが、ダメージっていうダメージは見受けられないです。XL 表記でこちらは自分がガバッと着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。
はい、続きましてダブルフェイスですね。タグの方は欠損しています。でグレーボディにですねアリゾナステート2段入ります。でこちらもですね細かく見るとちょっとこういった感じでダメージじゃないですね、汚れは見受けられますが、で目立ったダメージは見受けられないです。で表記あったとしたらラージかなと思います。 XL ぐらいそうですね、 XL ぐらいかなと思いますこちらでお値段が 29,800 円と消費税です。はい、続きましてパーカーですね。こちらランズエンドの1点です。でサイズ表記の方がですねちょっと薄れて読み取れなくなってます。でネイビーの1点ですね。でこちらもですね気持ちですね、ちょっと汚れが見受けられるぐらいな1点ですね。はい、バッグはこういった感じです。で表記あったとしたら XL はありそうですね。自分がガバッと着用できます。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続きましてプリントものですね。90年代刺繍タグの WXL 表記です。で赤にですね黒のラバープリント、左胸にですね入ります。でこちらは状態めちゃくちゃいいと思います。しかもバッグも入ります。はい、最高の一点です。 WXL 表記で自分がガバッと着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きましてチャンピオンの一点ですね。80年代の刺繍タグがつきます。 XL 表記ですね。でネイビーベースにこちら左胸にエアフォースです。はい、めちゃめちゃいいと思います。こちらバッグが最高ですね。ラバーで、はい、アーチ状に1段エアフォースと入ります。意外と探すとないアイテムだと思いますね。で XL 表記でこちらは自分がかなりゆとりを持って着用できます。こちらでお値段が9800円と消費税です。続いてベストを1点ご紹介させていただきます。タグの方がこちらですね。でサイズ表記が50となってます。でこちら状態はめちゃめちゃ綺麗に残ってるんじゃないかなと思います。はい、多少着用感を見受けられますがダメージ等はないです。で50っていう表記ですね、自分がガバッと着用できます。後ろ身頃が長い仕様となってます。こちらでお値段が9800円と消費税です。はい、続きましてキッズのベトジャンですね。こちらジッパーはこちらのジッパーが採用されてます。で裏地がサテン張りですね。フロントはコットンとなってます。で刺繍もですねしっかり入ってますね、バッグにも。はい、この辺お子様着てたら最高なんじゃないですかね。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きましてジャケット類ですね。最初にパタゴニアです。タグこちらですね。でこちら表記が12となっています。でしっかりアメリカ製のシェルドシンチアですね。はい、パリッとしたブルーのボディに裏地はティファニーブルーのフリースとなっています。状態はかなりいい状態で残っていると思います。で表記が12ですね。ミディアムぐらいのサイズ感ですかね。はい、こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてパタゴニアのパフジャケットですね。タグがこちらです。で、サイズ表記が XL です。で、こちらブラックですね。で、しっかりフードも完品で残っている状態です。で、こちらもですね、状態は、はい、比較的綺麗に残っているのかなと思います。で、表記が XL ですね。自分がガバッと実用できるようなサイズ感です。大きめの、はい、サイズで探しの方はぜひおすすめです。こちらで 29,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、マイティーマックです。はい、タグがこちらですね。でサイズ表記の方が見受けられなかったです。でネイビーのですね、はい、仕様です。でこちらもですね、スレとかもなくて状態かなりいい感じに残っています。で表記あったらこちらも XL ぐらいありそうですね。自分がガバッと着れるサイズ感です。こちらでお値段が 12,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。タグの方がこちらです。でサイズ表記が42のロングとなってます。でジッパーがですね、YKK のジッパーが採用されております。はい、ベージュのカップショルダータイプですね。はい、ダービーを模倣したような形となってます。こちらも状態は問題なさそうですね。でサイズ表記42のロングで自分がゆとりを持って着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きましてこちらですね。タグがこちらのタグとなってます。でサイズ表記がここですかね、おそらく38か36のどっちかだと思います。
で、ブラックのサテンのジャケットですね。左胸に11と。で、ワッペンが入ってバックですね。はい。雰囲気めちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。で、気持ちですね。こういった感じでちょっと汚れは見受けられます。で、表記が36か38というふうに言ったんですけど、実寸で L アップはありそうですね。自分が問題なく着れます。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きましてこちらですね。タグの方がですね、ちょっと見受けられなかったです。で、ジッパーの方がですね、こちらのバタフライのタロンジッパーが採用されております。なので、リバーシブルの仕様ですね。ただですね、B 面のポケットの部分がちょっとダメージが来てしまっております。で、フロントのですね、A 面のブラックの部分は比較的綺麗な状態で残っているんじゃないかなと思います。表記あったとしたら L アップはありそうですね。自分が問題なく一体と使用できます。こちらでお値段が12,800円と消費税です。続きましてこちらですね。フィルソンです。で、こちらサイズ表記の方が42となってます。はい。で、赤黒のチェックにですね、襟にボアがつく仕様です。で、ちょっとこうシェイプがかかっているようなシルエットとなってます。で、バックはこういった感じですね。はい。女性の方が着ててもいいんじゃないかなと思います。42ですね。自分がガバッと着れるようなサイズ感です。こちらでお値段が25,800円と消費税です、はい。続きましてスペシャルですね。じゃあサイズ表記の方がスモールレギュラーとなってます。で、ファティーグのファーストタイプですね。こちら US ネイビーのワッペンが入ってます。はい。で、まだですね、パリッとしたような質感は残ってます。はい。着用感を見受けられますが、ダメージだったりはないですね。襟も問題なさそうです。スモールレギュラーですね。自分が問題なく着用できるようなサイズ感です。ファーストを探しの方いたらぜひおすすめです。こちらで 79,800 円と消費税です。続きましてこちらですね。カーターズのカバーオールですね。はい。タグがこちらです。です。サイズ表記の方が見受けられなかったです。で、まだ色味ですね。濃く残ってると思います。8割ぐらいは残ってるんじゃないでしょうか。ちょっと下の方にですね、ペンキ飛べはありますが、雰囲気として捉えていただけたら全然問題ないかなと思います。表記あったとしたら42か4ぐらいですかね。自分がガバッと着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 25,800 円と消費税です。続きまして、リーの 101J ですね。タグがこちらです。で、サイズ表記の方がですね、ちょっとここ薄れて読み取れなくなっちゃってます。はい。で、キスの方ですね。こちらはレジスターのみですね。60年代で間違いないかなと思います。で、色味もまだまだ濃く残ってますね。8割ぐらいは残ってるんじゃないでしょうか。で、襟の部分もですね、ちょっと色抜けこそございますが、まだダメージは来てないです。バックも雰囲気めちゃめちゃいいと思います。で、こちら実寸で44ぐらいありそうですね。自分がガバッと着用できます。こちらでお値段が 39,800 円と消費税です。続いてリーバイスの70505ですね。ちょっと印字は薄れて読め取れなくなってます。はい。ただケアタグがついてですね。はい。スモーリーの1点です。インディゴの1点ですね。はい。で、こちらボタン裏の方は3桁となってます。こちらも比較的色味はまだ7割ぐらいは残ってるんじゃないかなっていうような雰囲気です。はい。で、こちら実寸でこちらも42ぐらいはありそうですね。自分が着用できる。ちょっと肩を落として着用できるぐらいのサイズ感です。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。はい、続きましてスペシャルですね。リーバイスのセカンド507の WX です。で、ちょっとレザーパッチの方は綺麗に取れちゃってます。今レザーと言ったんですけど、こちら片面の1点です。はい。なので当然ボックスですね。のプリーツはオールイエローのステッチとなってます。で、こちらもですね、いい感じに色味は落ちてますね。はい。ただダメージってダメージは見受けられないです。めちゃめちゃ雰囲気いいと思います。レザーらしい色味に仕上がってますね。で、こちら実寸の方が38となってます。自分が T シャツの上からでもビタビタになるぐらいのサイズ感です。サイズ合う方いたらぜひ片面のセカンドおすすめです。こちらでお値段が358,000円と消費税です。続きましてこちらですね。クワックスレベル7の袋付きのデッドストックの1点。しっかりですね、フラッシャーも残っている1点ですね。で、サイズ表記の方がラージロングとなっています。でも状態に関しては何も問題はないですね。正真正銘デッドストックの1点です。
ラージロングで自分が合わせてですね、ゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらでお値段が 45,800 円と消費税です。はい、続きまして靴類ですね。最初に LLB のビーンブーツとなってます。で、サイズ表記の方がですね、こちらですね。ちょっと薄れてるんですが、9ハーフと読み取れます。で、ソールの方ですね。使用感はございますが、まだまだ履いていただける状態じゃないかなと思います。こちらでお値段が9800円と消費税です。続きまして、オールスターですね。はい。こちらですね。はい。囲みの一点ですね。80年代のオールスターです。なのでしっかりですね、当て布もついている仕様ですね。で、サイズ表記の方がこちら8となっています。で、すり減りですね、紐落ちすり減りはございますが、まだ読み取れるような状態となっています。はい、こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きましてこちらオールスターのブラックですね。はい、こちらは90年代の一点となっています。こちらサイズ表記の方が8ハーフですね。はい。で、使用感はございますが、こっち側まだメイドイン USA が読み取れる程度しか入ってないです。まだまだ全然履ける状態だと思います。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。はい。続きましてこちらですね。サマーフライトのつなぎですね。で、表記の方が44のロングとなっています。で、ジッパーがですね、こちらのエサー、こちらのジッパーです。コンバーのジッパーが採用されてます。で、デッドストックではないんですが、限りなく近しいような、で、ミントコンディションとなってます。めちゃめちゃ状態はいいと思います。で、ちょっとこちらにですね、カスタムスカね、が入っている仕様となってます。44のロングですね。自分は問題なく、大きめぐらいで着用できるようなサイズ感です。こちらでお値段が 29,800 円と消費税です。続きましてパンツ類ですね。ベイカーパンツです。サイズ表記の方がこちらミディアムですね。初期の1点です。なので当然アジャスターもついてますね。はい。で、全体的にですね、こちらもミリタリー特有の着用感はございますが、まだまだ履いていただける状態となっています。で、こちら実寸で3228ですね。サイズバランスめちゃめちゃいいと思います。こちらでお値段が 15,800 円と消費税です。続きましてこちらファティーブですね。こちらはデッドの1点です。で、サイズ表記がスモールロングとなっています。で、リップストップの1点ですね。はい。まあ、ただ水通っていない状態なんで、このパリッとした状態、めちゃめちゃ雰囲気いいと思います。はい。こちら実寸の方で3234となってます。ただ裾ですね、ドローコードがあるので縛ってちょっと溜めて履いてもいいんじゃないかなと思います。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続きましてこちらスペシャルですね。 USMC の P42 となってます。はい、MC のボタンではなくてスナップですね。で、肩ポケのも初期の方となってます。最近だいぶ見かけなくなってきた一点なんじゃないかなと思います。はい、めちゃめちゃ雰囲気いいと思います。全体的にこちらも着用感は見受けられますが、ダメージってダメージは見受けられないですね。で、こちら実寸で3231ですね。サイズバランスもめちゃめちゃいいと思います。お探しの方はこの機会にぜひおすすめです。こちらでお値段が 128,000 円と消費税です。続きましてこちらリーバイスのブラックジーンズですね。501です。で、表記が3130となっています。で、赤タブですね。で、こちらは後染めの1点です。ですが、色味まだまだ濃く残っていると思います。はい、で、こちら実寸の方で3029ですね。はい。サイズも、この辺お探しの方多いとこなんじゃないかなと思います。こちらで 19,800 円と消費税です。続きまして、こちらですね。リーバイスの505となっています。で、表記の方が3231ですね。はい。で、こちら赤タブですね。しっかり残っています。で、全体的にですね、こちらもまだまだ比較的色味は濃く残ってるんじゃないかなと思います。で、こちらですね、実寸で3030ですね。はい、サイズバランスもめちゃめちゃいいです。こちらでお値段が 17,800 円と消費税です。続きましてこちらですね、リーバイスのこちらも505となっています。
で表記ですね、3330です。めちゃめちゃいい表記だと思います。で、赤タブもしっかり残っていて、こちらもですね、色味8割以上は残ってるんじゃないかなっていうような色味となってます。で、実寸でですね、3230です。めちゃめちゃサイズバランスいいですね。この辺は1本持ってていいと思います。こちらでお値段が15,800円と消費税です。続いてこちらですね、リーバイスの517ですかね。はい、こちらです。で、表記の方がですね、ウエストの34というところだけ読み取れます。で、赤タブスモール E ですね。ただポケットはチェーンなんですが、黒缶が使われていて、で、こちらインディゴの個体で間違いないと思います。で、フロントのジッパーの方が42タロンが使われていて、ボタン裏は8番となっています。色味めちゃめちゃいいですね。濃淡も出てて、うっすらとヒゲも出ています。で、こちらにですね、ちょっとですね、雰囲気系なリペアも施されております。で、レングスはしっかりオリジナルのチェーンですね。当たりもすごい綺麗に出ています。で、実寸の方で3332ですね。このサイズ合う方いたら、この辺押さえておいていいと思います。こちらで25,800円と消費税です。続きまして、シアーズのペインターパンツですね。タグの方がこちらです。で、ジッパーの方がですね、こちらのグリッパージッパーが採用されております。で、マッコンの状態ですね。はい、当たりもほぼほぼ出てないですね。めちゃめちゃいいと思います。で、実寸の方で4029ですね。ベストでかい、レングス短いっていう感じです。この辺縛って履いてもかっこいいと思います。こちらで29,800円と消費税です。で、こちらもペインターパンツですね。はい、フロントのジッパーの方がこちらのジッパーが採用されております。で、こちらもですね、マッコンの状態ではありますが、一箇所ですね、こちらにリペアが施されております。で、バックはこういった感じですね。しっかりですね、トリプルステッチいいと思います。実寸の方で3633ですね。はい、この状態なんで、裾を上げても全然いいんじゃないかなと思います。こちらでお値段が39,800円と消費税です。続きまして、こちらリーですね。リーのウェスターナです。はい、で、表記の方がウエスト32となってます。で、ピスの方ですね、こちらはレジスターのみですね。こちらも60年代の 100Z ですね。はい、で、状態もですね、比較的綺麗に残ってます。うっすらとですね、こういった汚れは見受けられますが、はい、致命的な汚れは見受けられないですね。で、サイズもめちゃめちゃいいです。3230です。自分がもうドンピシャなサイズ感です。こちらでお値段が39,800円と消費税です。続きまして、こちらファーモスの一点ですね。はい、ピストンは見受けられないんですが、トップボタンですね、刻印ファーモストで間違いないです。で、こちらジッパーの方がですね、こちらのカダツメのタロンが採用されております。で、こちらもかなり濃いですね。9割以上は残っているような色味となってます。雰囲気めちゃめちゃいいですね。はい、で、レングスもしっかりオリジナルで、こちらセルビッチがつく仕様となってます。で、実寸の方でこちらは2830ですね。はい、ウエスト細い男性の方だったり女性の方、この辺入ったらめちゃめちゃ渋いと思います。こちらでお値段が39,800円と消費税です。続いてこちらリーバイスの517とか646ですね。646です。コインポケットなしの仕様ですね。で、こちらフロント42タロンが採用されていて、ボタン裏がですね、23番となっています。で、しっかりですね、オレンジタブビッグイ確認取れます。646のビッグイです。で、こちらも色濃いですね。9割アップは残っているような色味です。で、実寸の方で2830ですね。ただ、30のオリジナルレングスなかなか出てこないんじゃないでしょうか。はい、サイズ合う方いたらぜひおすすめです。こちらで49,800円と消費税です。はい、続きましてこちらですね、リーバイスの517ですね。はい、で、こちら赤タブですね、ビッグイ、517のビッグイとなってます。で、フロントのジッパーが42タロンですね。で、ボタン裏こちらは8番となっています。はい、こちらも色味めちゃめちゃ雰囲気ですね。はい、7割5分ぐらいは残っています。で、うっすらとですね、ヒゲ出始めていて、まだまだ色落ちが楽しめる一点だと思います。今、517ビッグイの年代なんで、そこまでですね、フレアはかかっていないような仕様となっています。
で、レングスはですね、おそらく、こちらオリジナルですかね。オリジナルレングスでイエローのチェーンとなっています。で、ジッパーじゃないです。実寸の方でこちら、密球日球ですね。ウエスト29インチで、レングスが29インチです。これサイズ合う方いたらめちゃめちゃおすすめだと思います。こちらでお値段が5万9800円と消費税です。続きましてこちらですね。リーバイスの606ですね。はい、近いビッグイのタブも残っております。こちらも濃いっすね。今日濃いのばっかっす。で、フロントのジッパーが42タロンですね。で、ボタン裏はですね、こちら1番が採用されております。はい、で、まだ全然色落ちもしてないですね。ノリ付け履いていいんじゃないでしょうか。はい、めちゃめちゃいいと思います。レングスの方もですね、しっかりオリジナルのチェーンステッチとなっています。こちら実寸の方ですね、3030です。サイズ感もめちゃめちゃいいですね。こちらでお値段が12万8000円と消費税です。続きましてこちらリーバイスの505ですかね。はい。で、こちら表記の方が3232となっています。で、赤タブがレジスターですね。ただポケット裏がシングルです。でこちらですね、はい、こちらがチェーンとシングル、シングルチェーンなんで501で66前期に当たる年代です。で、ジッパーがですね42タロンとなってまして、ボタン裏はこちら5番となってます。こちら比較的色味は落ちてますが、いい感じですね。この年代特有の縦落ちが出ていて雰囲気はいいと思います。リペア等も特に見受けられないですね。また下もですね、ステッチのほどけはございますが、まだ問題なさそうです。で、こちら実寸の方で3231となっています。サイズバランスもかなりいいと思います。こちらでお値段が7万9800円と消費税です。はい、続きましてこちらリーバイスの501ですね。はい、です。印字はちょっと薄れてしまってはおりますが、こちらは、はい、スモール E の赤タブがついて、ポケット裏シングルですね。66前期の一点となっています。で、ボタン裏の方が6番ですね。はい。で、こちらも色味濃いですね。8割5分ぐらいは残ってそうです。で、レングスの方ですね。はい。こちらもほどけてはいますが、まだまだ問題ないですね。当然赤耳の仕様です。で、こちらですね。はい、実寸の方が3629となっています。このサイズ感で色も肌に残っていて、めちゃめちゃいいんじゃないでしょうか。こちらでお値段が19万8000円と消費税です。はい、続きまして、こちらも501ですね。はい。で、パッチ券残ってますね。501の S タイプとなっています。で、表記3830ですね。めちゃめちゃ需要あるサイズ感じゃないでしょうか。しっかりビッグイの赤タブも残っています。で、こちらはしっかりですね、ウエストはシングルの仕様となっています。はい、なので V ステッチですね。で、ボタン裏の刻印、こちらは6番となっています。で、色味もですね、まだまだ濃いですね。8割以上は残っているような色味です。で、レングスもですね、しっかりオリジナルのチェーンでイエローです。はい、イエロー多めですね。内股イエローで、ここもイエローって結構嬉しいポイントだと思います。で、こちら実寸の方で3628ですね。ウエストを決めるんですけど、めちゃめちゃ需要高そうですね。こちらでお値段の方ですね。35万8000円と消費税です。本日の商品紹介は以上となります。ベルベジンでは全店舗で求人を募集しております。よろしくお願いいたします。